どうもかちゃんねるでございます。いろんなものに興味が尽きない、そんな人生、カズチャンネル。ほんで最近ね、ちょっとすげえ気になるやつができちゃってさ、林業ですよ、林業。ほんで先日チェーンソー講習会っていうものに行ってきましてですね、ほんでいろいろね勉強いたしました。ほんでその中にまあチェーンソーでやるってなると、で、まあ、木を倒す、ほんで林業っていうと、まあ、最終的に、まあ、木を倒すっていう仕事になるとは思うんだけど、また違った楽しみ方がねあるっていう。ほんでね、何なのかというと道を作るってやつなんですよ。道を作る、いやそれがねめちゃめちゃ楽しそうで奥が深くて、ほんでいろんなところで応用できるやんみたいな。いやまたロマンなんすわ、マジでロマンなんすわ。さあというわけで、もう冒険感がすごいよね。ほんで林道というか、これがね作業道と呼ばれるもので、要はその木材を切ったりねをした後にこの運び出すための道っていうので合ってるのかな。ほんで先日実はね結構な大雨降ったんですよ、福井県。めちゃめちゃ大雨、もう記録的な大雨なんですけど、意外と強いんですよこの道。じゃあ一旦ここら辺にちょっと車を置かせていただいてと。よいしょ。いやー作業なんでね、謎の弟子入りをしまして、宮田さんっていうね、要は自伐林業っていうんですよね。自伐林業、小さく道を作って、小さい規模のなんだろう、林業っていうのかな、をやっていきましょうよみたいな。で福井県でいろいろ教えてくださってて、で道づくりなんとか会とかも勉強会とかもねちょこちょこやってたりとか、私普段あんま使わない Facebook よく使ってるので、最近 Facebook よく使うようになりました。あ来たな。で林業に興味のある方いるかどうかわかんないんだけど、自分自身はね興味なかったんですよ。ただ道づくりはね面白いぞと。あ来たわ。まあ、というわけで秘書のもとでねちょっと頑張っていきたいなと思います。おーはい、というわけで僕のお師匠の宮田さんでございます。よろしくお願いします。よろしくですいやただ単に今日教えてもらうだけみたいな、申し訳ございませんいい宮田さんは、この自伐型林業を全国に広めたいんですよね、うん、そうですね、福井県だけじゃなくて、はい、全国でやっぱりやっていきたいなと、はい、なんか若い人たちももっとやってくれればいいのになみたいな、うん、そうですね、まあ、やっぱり若い方々が山に入らないとね、うん、もう山はやっぱり終わってしまいますので。そうめちゃめちゃ綺麗なんですよ。それちゃんと映してなかったな。いや綺麗なんですよね道が。ほんで先日大雨降ったんですけど、こんな感じで大雨の後でも崩れてないっていうね。もちろんです、ね、でも結構丁寧に作られてますもんね。そうですね、やっぱりね丁寧に作っていくのはやっぱ大事ですよね。ね、もう一冬越すとねさらに道はパンパンに強固なものやっぱりなっていきますね、北陸は特に。え、そうなんですか。そうです、やっぱり雪が降ってきちんと閉まっていきますので、はい、まあ、雨降って地固まるっていうことも言われますよね、はい、ここで道はまさにそうですね、はい、今ここで3週間ぐらい前でしたっけこれ。そうですね、1ヶ月か2週間前か、ねね、大雨の後でちょっとまだやっこくはなってるけど、うんうん、固まってくんですよねこれは。そうですそうです、来年になるともうパンパンになってますから、ね、はい、で今朝作った道をちょっと見せたいなと思って、宮田さんが作ったところ僕じゃない、恥ずかしい。ここ午前1時間ちょっとぐらいですよねこれ。そうですね、この色が変わってるエリアから、はい、こんだけ作れん、え、10メートル、20はいってないか、20はいってないね、10メーターちょいぐらい、ちょいぐらい、うん、をこうやって作るっていうことで、ほんで何も木を倒すだけが全てじゃないと。そうですそうです、ね、はい、こう道を作ってメンテナンスをしやすい状態を作る。そうですね、大事ですね。もう放置林に今なってしまっているのでね、はい、まあ、この道を入れるだけでねこの山は本当に道がありますのでね、もう今もううっそうとしてね、はい、うわーっていう感じなんですけど。あ、まだダメなんですかこの状態で。あ、これまだ何もしない手つかず状態なので、はい、ここに道を入れるだけで随分イメージ変わりますね。ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。はい、そうですね、はい、というわけで道を作るのが3トン車、これを使ってとにかく突き進んでいくみたいです。上手い人だと1日で 5、60メーター 進むということで、ちょっと先生のやつ見ていきましょうか。まずは堀に掘ってこれヘアピンっていうカーブを作っていくところなんですけど、土砂外の方を踏み固め、そして掘っ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 て、そして後ろ側の方に、砂を持って、ほんでその土台もまた固めて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 、これをやっていくんですけど、すげえたまらない映像になってるんじゃないのかなと思います。
面白いのが土の層ってのがあって、この側面を見ると分かるように上が腐葉土で、また中間色が変わってまた変わってみたいな感じで、とにかく上のやつがね栄養満点だから草が育く、次は最高の土壌になってるみたい。ただこの上のやつを横側面の方にポイってするだけで、なんということでしょう、草木がこの道に生えづらくなる。まあこれ今作りたてなんですけど、大体の道がね、この下の道とかもそうなんですけど、1年とか経っても全然草木がね生えづらい状態になるんですよ。もう一個面白いのはデレレレレーンと直射日光が当たらないんですよね。だから地面に直接火の光も当たらないし、ほんでもう一個言うと雨が降ってきた時も直接ボタボタねこう落ちることもなく、葉っぱで優しく外側の方に流れて、優しい水がこう流れてくるから、この大雨の後来ても崩れずに残ってるっていうことはね非常に良い。またこの道幅もいいみたいだね。この道幅も大きすぎるとやっぱね崩れるリスクが増えるんだけども、この道幅が狭いからそのリスクもかなり軽減されるっていうのが作業道らしい。そうそうだ、雨水すごいでしょ、降り注ぐと、だからここ斜めに変に水の流れを遮らないようにこう横に流して水を避けていくっていうテクニックをねめちゃめちゃところどころでやってるんですよこれ。なるほどなと。はい、というわけでちょっと今私もちょっと練習していきたいなと思います。さあさあ、除雪車はサムタイム運転するけど、ユンボの方はね本当にないんですよね。よいしょ、かかりました。よいしょ。さあというわけで行きましょう。いやー、やってみたんですけどでっこぼこっすわ、自分がやった後が、まあ、この動きができるにはちょっと時間かな。はい、そうですね、今やってたつもりやったんですけど全然でした。わ、今木を基本的に残してやるスタイルだからぶちいけるといいんですけどね。今ここでね、取れた土砂を下の方にこうずーっとやって、なだらかに、こうなだらかにしてってるさ、登りやすいようになだらかになだらかに。ただこの作業が大変だ、ずっと同じ作業、こう土砂を引いて、はい、引いて引いて慣らしていくという作業を永遠と繰り返す作業。うちも早くこんぐらい扱えるようになりたいです。はい、こうやって特に端っこ、こう土をこうやるだけですごい締まってくるぞ、土が。土を締めたところがここら辺もうねカチカチになってるんだよね。でこれが歳月をねまた1年2年って経つことにまた硬くなっていくっていう、もう何回も何回も手入れを抑えて、これ何十回抑えられたかわからんぐらい抑えられてます。ここはから30ぐらい進んだということで、今日超激ムズヘアピンもどうもありがとうございます。いえ、ありがとうございました。ユーブを僕だいぶ練習させてもらって、すごいいい経験になりました。そうですか、よかったです。でまたここがまたすごい場所を通っちゃいましたね、これ途中やめようか言うたんですけど、やめようかなって思うよね。はい、はい、まあ、もうすぐここ処理をしてね、はい、あと綺麗にすれば、まあ、車は上がれるので、はい、いやーすごいなー。あ、そんで自伐型林業は林業なんですよね。自伐型林業は林業です。林業ですよね。はい、自伐林家と自伐型林業って何が違うみたいな。何が違うんですかね。ありますね、あの、はい、自伐林家さんっていうのは自分の山、はい、だけの管理なんですね、はい、自伐型っていうのは地域の山全体をまとめて処理していこうっていう一つ言うなる、ね、ご近所の方の山とか、そうとか、はい、なのでうちなんかは自分とこの山だけじゃなくて、はい、あの地域の山を、まあ、できたらまとめて整備していこうということで、はい、こうやって道も入れで全体を整備管理していこうっていうことで今やってますね、はい、本当にこの道が入って
ったね、うん、あのなんで作業道の周りの木っていうのがどんどん綺麗になっていくから、そうそうですね、本当になんでしょう、はい、うちの古民家があるところの山もね、うんうん、整備してないとこやばいんですよ、うん、本当に木が倒れたりとかで、ほんでやっぱ道入れんとダメなんですよね、道入れるだけで。今までのイメージと今日スタートしたと全然違いますよ、はい、いや本当ですよね、だってこんな綺麗な道がね、たった1日でそうスッて作れちゃうって、スッと作れちゃうとね、あすごい、これ多分この林業がその興味ない人でも自分の山を綺麗にしたいって人いると思うんですよね、ですね、で今だと YouTuber みたいな職業もあるし、なんかその動画化しながら自分の山綺麗にしてっかみたいな、ね、木売らんくてもできるみたいな、あとこれってなんか道作ると補助金というかなんか降りるところもあったりなかったりなんですか、そうあったりなかったりですね、福井県の場合福井市はこういう自伐型林業の道でも、はい、あの補助金が出るので、はい、メーター2000円出ますので、すごい、はい、今日まあ20メーター行ったとして4万円すごい、はい、僕の日当とかね運動代とか燃料費が出てきますので、はいはい、まあ、それでね一応あの道を作りながらでも一応生計成り立つような形、はい、地域によってあるんですよね、それがそうなんですよ、地域によってありなしがやっぱりありますので、はい、でまずそれ調べて、うん、そうですね、いただいて、でこれあのめちゃくちゃ興味あるんだって方、うんうんうん、どうするといいですか、興味ある方はねあの、はい、宮田まで連絡ください、ね、あのちょこちょこその講習会が、そうですね、あの自伐型林業で検索してもらったりとか、はい、福井市自伐型林業で検索するとか、はい、あと僕 Facebook でメインで情報を開示しているので、はい、まあ、そちらの方を見てもらえたら一番ベストかな、はい、みたいな、だって先日も1ヶ月前ですよね、チェーンソー講習会が大体、はい、そうそうそう、4日間あって、うん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 、ほんでその間に自伐型林業 の、 あの道ですよね、うんうんうん、のフォーラム、はい、2日間僕参加してましたからね、はい、そうですね、ほんで今日も来て7日目になりまして、ね、はい、この間のフォーラムすごかったですね、いや賑やかで52人来ましたね、全国から、全国から、ね、南は宮崎からそうです ね、 ね、北は宮城まで、ね、なかなかないみたいなんで、うん、ぜひあの興味のある方、自分の山持っててとかいう方は、うん、ぜひチェックしてみてください、僕も山きれいにします、よろしくお願いします、はい、またよろしくお願いします、はい、どうもです、ありがとうございました、いやー帰りましょう、チェーンソー講習会でこの山の中入らせてもらって、まあ、木倒したり実際に倒木するんだよ、させてもらえるんだけどさ、この道作りに興味が出ちゃったって人が続出してます、ね、木しか切らんやんみたいな林業をね、そんなイメージ持ってる方もいるかもわからんけど、自伐型林業ってのはね、こうやって道を作って、ほんで、ね、あの木のメンテをして、ほんで倒すときは倒すみたいな、感じでやってるので、またねちょっと違った印象をねあると思うんですよね、私は林業をねもうやることはないのかなと思うんだけど、また違った感じはね、道を作ったりとかはね全然あり得る、ほんでその中で木を倒したりとかも全然あり得る、ただ木を売らないってだけで、もうテントサウナのねあの燃料にしたりとかね、そういったことに使ったりとか、いろんなことに使っていくんじゃねえのかなって思っております、マジで最高だわ、絶対興味ある人多いとは思うんだけどね、若い人特にウェルカムらしいよ、ほんであの女性ウェルカム、先日50名集まったやつがね、あのほとんど女性でもできるんだよと、力なくてもできるんだよって、あの屈強な男だけじゃねえんだよっていうのが自伐型林業ということなので、ぜひまたチェックしてみてください、いやーいろいろ人生変わった今年、マジで楽しくなりそうです、というわけでまたお会いいたしましょう、というわけでバイビー。